行きます。ねえお兄ちゃん、もうお兄ちゃんってば。どうした？すぐ。さっきから呼んでるのに、もう。ああ悪かった、つい考え事しちゃってて。その調子だと食事当番のこと忘れてるんじゃない？食事当番って、ひょっとして俺の番か？ああやっぱしね、考え込むとこれだもの。いつものお兄ちゃんなら些細なことも覚えてくれてるのにな。ああそうだな、すぐに言う通りだな。じゃあ質問、前回私が作った料理は何でしょう？もうサバの塩焼きでしょ。そうそう、あそれ。ああこれだもんな。可愛い妹の手料理を忘れるなんて。お詫びに次はお前の好きなものにするから。しょうがないわね。じゃあ麻婆豆腐、お兄ちゃんの手料理辛いから手加減してよね。こないだみたいに私好みの味付けで。ああ任せとけ。階段？そうみたいだね。あれ？アスナ、どうした？おい、さっき手に入れたプロミネンスのオーブが光ってるぜ。ニコ、ずっと手に持ってたの？ストレージにしまえばいいのに。うるせえ！気になったからだよ。オーブが祭壇の装置に反応してるよ。先に進めそうだな。なるほど、祭壇は解除コンソールといったところか。オーブが鍵の役割をしていたんだな。ねえキリト君、祭壇のそばの光、ユイちゃんが封印された時に見た七つの光とそっくりじゃない？あ、そういえばひょっとしたらオーブはあの塔の封印とも関係があるのかもしれないな。オーブは偽物のニコが持っていた。おそらく他にもあるはずだ。これからも偽物と戦う可能性があるということ、心構えだけはしておいた方がいいだろうな。よし、この先に進んでみよう。赤の王を倒したんですね。まあいいでしょう。わらわにかしづくレギオンの王たちはまだこちらに揃っているのだから。昔、その昔、幼いながらに引き裂かれた少年と少女がいました。
人は大勢の仲間たちに裏切られ、少女はまるで子供が悪ふざけにおもちゃでも壊すかのように大勢の前でいたぶられ、その世界での終焉を迎えたのです。少年は慟哭し、狂気し、そして一匹の獣へと姿を変えました。